それでは、演奏時の姿勢についてですが、えー、バスクライネットは基本的に演奏するときは座奏になると思うんですけどまずバスクライネットはエンドピンで地面とつながっているんですが、えー、そこの高さを合わしていきます。で、まあ、基本的にその合わせるポイントとしては背筋がこう伸びすぎず丸すぎずっていうポイントに楽器が来るように合わせていきます。